ントやっぱり日本語学習者の皆さんも日本語日本語日本語じゃないいつもいつもいつも応援するするポッポッポッキャスト。今日は年齢について、前も話したかもしれないですけど、もう一度レベルアップ。はい、皆さんこんばんは。ワインじゃなくて焼酎を飲んでますけど、日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日もですね、レッスンが終わってちょっとリラックスしてますね。リラックマしてますか？リラックマというのはキャラクターですね。日本にはいろんなキャラクターがいますね。リラックマというのはリラックスしているクマですね。クマ、ベアですね。いやー怖いですね、クマはね。本当は怖いはず。もうクマが怖いという理由だけで僕はカナダに住みたくないと思ってしまう、ね、カナダって素晴らしい国というレピュテーションがありますね。まあ実際はね、僕の生徒さんに聞いたところ、素晴らしいところとちょっとつまらないところというか、退屈なところと、もちろんねありますよね。もちろん全ての国にはいいところとね悪いところがあります。で僕はあの不幸にも、不幸じゃない、幸運か不幸かまあ不幸なこと幸運なこと両方のエフェクトがあるということですね。不幸か幸か不幸か、カナダ人の人からね、直接そのカナダはいいこともあるけど悪いこともありますよという話をたくさん聞くので、まああの分からないですけどね、本当はどうなのか。ただ他の国の人にとってはね、カナダ素晴らしいねというね、ことをよく聞くんですが、まあクマが怖いね。クマが怖い。なんか話によるとカリフォルニアにも昔はクマがいたと、今はいなくなったね。ということで、ちょっとかわいそうなような、ちょっとなんか嬉しいようなね、そういう気持ちがありますけど、実際どうなんでしょう、クマって怖いんですか、ね、リラックマというのはリラックスしたようなクマですけど、まあキャラクターですからね、フィクションですね。だけどまあ結構かわいい感じで、僕はリラックマのように今日はちょっとリラックスしながらこのポッドキャストを撮っています。皆さんはリラックスしてますか？リラックマな状態ですか？今日のトピックは年齢についてですね。年齢というのは年のことですね。僕は、今年39歳になりました、そして新しい生徒さんとね話すと、大体ね最初にね、まあ失礼がないように、ね、失礼がないようにね、年齢を聞くことは失礼になる可能性もありますから、まあ失礼がないように、あ、クリスさんは、何歳なんですか。まあ、特になんかまあ若い人にそれを聞くのは全く失礼じゃないと思うし、まあ僕はね、全然年の人でもそれを聞かれて失礼に思ってほしくないんですけど、なぜかというと僕はあの年を取るということは全然悪いこととは思ってないし、当たり前のことだと思うし、むしろ素晴らしいことではないですかね。長生きできてるということですからね、何歳になってもね、自分の年齢を人に言うことはあの全く恥ずかしいことでも何でもないと思ってるんですが、まあそういうカルチャーですから、ちょっとね年を取ると恥ずかしいと、なんか年を聞かれたくないと思う人も中にはいます。なので失礼がないようにね、そうやって年齢を聞くんですけど、まああの僕の生徒さんはまあもちろん50代とかね、60代、70代の人いますね。70代の人もいます。でまあいろんな年齢の人がいるんですけど、まあ結構多いのが僕より少し年下の人たち、例えば30ちょうどとかね、それぐらいの人が結構います。30いくつ、そうですね、あと20代の人も結構いますね。そしてね、この前生徒さんで29歳になった人がいて、で僕は39歳ですよね。そこで年齢の話をしたんです。
で彼がね19歳の時に比べると29歳の今は結構いろいろ変わりましたと言ったんです。でね僕はああそうですよね、僕もね自分が19歳の時、大学生の時と29歳の時、ね、10年経ってね29歳の時結構変わったなと思いました。でもでも自分が29歳の時と今39歳なんですけどなんかあんまり変わってないね悪い意味で変わってないね、悪い意味で変わってないというのはあまり成長できてないというかまあ本当変わってないですね、大して。まあ唯一変わってることといえば僕は父親になりましたね、子供が生まれてお父さんになりましたということでちょっとねまあ確かに29歳の時はあまり考えてなかったその、まあ、子供とかねそういうことについては少し考えが、まあ、成長したような気もするんですけど、でもね基本的には変わってない。そして早かったですね、19歳から29歳になった時はなんとなく長かった気がするんですけど、29歳から39歳になったのはすごく早い。なんか何もできてないような、何もしてないようなね、そんな感じがあります。まあただねその中でもポッドキャストを始めてこうやって皆さんとね、出会うことができたし、まあレッスンをして皆さんとね出会うことができたので、まあ実際いいことはねたくさんあったんですね。うん、でも自分はねあんまり変わってない気がする。これどういうことなんですかね、どうですか皆さん。ということはこれからね39歳から49歳、この10年間あまり成長しないのかなどうなんですかね、成長するってどういうことですか。皆さんは今何歳ですか、ね、そして10年前どんな人でした、そして10年後はどんな人になってると思いますか。やっぱり年を取れば取るほどあんまり変わらなくなってくるのかな、どうなんですかね。それはいいことですか、それとも悪いことですか。まあ確かにいいことかもしれないですね。19歳から29歳というのはとても変わります。本当に僕はすごい変わった、よくなりましたね。でもやっぱり29歳ぐらいでまあ変わらなくても良くなったということなんですかね。29歳ぐらいで今の自分とあんまり変わってないということはある意味いいことなんですかね。毎年変わりすぎるっていうのもちょっと不安になりますよね。だからまあいいことなのかな。皆さんどうですか、どう思いますか。年を取ること自体はね僕はいいことだと思います。それではまた皆さん、チャオチャオアステレゴ、またね。